午後に家の畑でバナナの小株掘りをしなきゃないので根切り棒を取りに来たんですが、ついでですのでフレームハウスの南東隅の檻の子の様子をまた撮影してみようと思うんですが、前回のムービーでも話しましたが、この果軸ですね、果軸から出てきて一段目を包んでいるこの皮、苞の幅ですね、幅がだいたい横に何本並ぶかを決める目安になっていますから、まあ、例えばこのように幅の狭い方ですと5本程度ぐらいしか並ばないですね。で2列ですからまあせいぜい10本でしょうね。そうすると2段目もそうであるとすると20本、まあこの花苞バナナハートの大きさからしたらですね、20本がいいとこですね。30本はちょっと無理だと思いますね。まあだいたいどれぐらい少ないかはまあ分かっていることなんですが、1段目が横に5本ほど並んでいるのを見て、まあ20本までだろうなというような当てをつけることができますね。そうするとこれはあとは放っておいて、まあ20本ほどの実を収穫して親株を切断するとなると、どの水芽を残すかをもう考えておかないといけないので、そうですね、まあ、こちらの水芽はフレームハウスからちょっと離れているのでこれは残せるでしょう。その親株よりに小さな水芽がもう一本ついてるんですよね。でそちらに左側はこれは去年出た水芽が成長再開したもので、その外側にですね本年出た水芽があって、これはちょっとフレームハウスの方に近いのでこれですね、おそらくこれを掘り上げて他に移植する方がいいでしょうね。まあ、これは掘り上げる大きさも考えるともう8月初旬までには切り分けて他の場所に定植する方がいいでしょうね。昨年から出ている小株の方はまだどうするか考えていませんが、例えば昨年から出ている小株と本年出てきた水芽で割と成長が良いものと1本ずつはこの場に置いておいて、そうしてどの程度の成長の違いが生じるものか見てみるのも一興かなとは思っていますね。まあ、いずれその差が歴然とするのはこの親株を切断した後、そして来年の成長再開、いずれも冬は枯れ姿やれバナナになりますから、来年の
成長再開後1、2ヶ月ぐらいしたら、現時点から見たら昨年来の小株と本年の新規水芽との成長の差がどういうものなのかということがわかるでしょうね。まあ少ない本数とはいえですね、ここまで2回の厳しい冬に耐えて実をつけてくれたわけですから、あんまり少ないどうのこうの20本でよしとしなきゃなんていうと、こいつは嫌なやつだとバナナに思われてるかもしれませんからね。まあ一応感謝の念を伝えて、あとはまあしばらく撮影しないで、中生花雄花をカットする時にでもまた撮影しようかなと思いますね。